さっき楢崎先生が来ました。あなたが助けてくれたそうですね。ありがとう。いろいろ骨を折ってもらってごめんなさい。私からも何かお返しをしないとね。ええ、私もそのためにいろいろ準備してきた。何としても治療法を見つけてみせる。楢崎先生にも貴重なお話を聞けました。コロリの治療にはレモン汁が役立つらしいんです。レモンはまだ日の元へ入ってきていないと思うけれど、父の友人のフォーチュンさんならどうにかできるはず。私はこの後あの方のいる小石川植物園に行ってみます。もし興味があればあなたも来てちょうだい。ありがとう。大したもんじゃないが受け取ってくれ。
俺らに勝てる猛者はいねえか。ああ、よし、行こう。もっとです。おお、よし、行け。これ。
来てくれましたね。さっきアメリカの兵らしき人たちがずかずかと植物園へ入っていきました。どうにも様子がおかしい。フォーチュンさんが心配です。お願い、中の様子を確かめてきて。ありがとう。どうかよろしく頼みます。Thank you.
じっくり選んでくださいよ。要は済みましたか？どうぞごひいきに。どこまで知られたか。体に効くしかあるんじゃない。邪魔をするな。Yeah!
我らの目的が。死ぬわけにはいかない。君はあちらで話そうか。君があの女を追い払ってくれたんだね。心から礼を言うよ。それが私にもよくわからないんだ。希少な植物を奪いに来た賊だろうか。私はロバート・フォーチュンという。何かお礼をしなければ私の気が済まない。どうだろう。君は彼女の知り合いか。必要なだけ進呈しよう。レモンなら解決病の予防のため樹木を育てているんだ。後で箱に詰めて彼女の元へ送っておくよ。それで足りないようならまた知らせてくれ。ところで私は古今東西の植物を収集している。君の方でも気になる植物を見つけたら持ってきてくれないか。鑑定したり増やしたりいろいろ役に立てると思うからね。どう？フォーチュンさんは大丈夫だった？万事うまくいったということですね。これでコロリの患者のための飲み物も作れる。すべてあなたのおかげです。本当にありがとう。患者さんのためまたあなたの手を借りることがあるかも。その時はどうかよろしくね。ご機嫌いかがか。やあ、君にはいろいろと世話になっているが、また一つ助けてほしいことがあるんだ。恥ずかしいから周りには秘密だぞ。実はとある女性に一目惚れしてしまったんだ。どうにかしてこの恋を叶えたい。君の手を借りられないか。
ありがとう。彼女の美しさと言ったらもう、まだ何度かすれ違っただけだが、もうすっかり虜さ。何か良い口説き方はないだろうか。草花には詳しくても女性の心には疎くてね。確かに物をもらって気を悪くする人はいないだろう。となると次は何を贈るかだが。そうだな。ひらめいた。花を贈るのはどうだろう。私らしい思いの伝え方じゃないか。決まりだ。ついこの間、市ヶ谷八幡近くの森で美しい花を見つけてね。きっと彼女にぴったりだ。私自ら行きたいが、もし道中でまた怪しい輩に襲われたら。悪いが、代わりに花を摘んできてくれないか。頼むよ。
こちらをぜひ。いやいや。
そうだけど。そうそう。あれは、あの時は。あんまり稼いでたかな。俺らにくれよ。受け取ってくれ。
すまん。